じゃあカーリングとかけて大人の女性と解く、その心は。ということで、まあちょっと花粉の時期でね、今日もマスクされてる方結構いますけど、辛いですよね、花粉症ね。なんかね、お花見が大好きな人みたいな感じですね、花見ず気になっちゃうっていうね。まあ本当僕も目が痒くて、もう今ね、まるでね、大盛りしか食べないような人みたいな感じになってますよ。あ、涙目っていうことなんですけどね。しかしね、花粉症っていうのは延滞料金みたいなもんですからね、過ぎなければかからないっていうね。今日も軽快な3連発から入りましたけどね。こういうのが最後まで続きますんで、一つね、早めに慣れていただくことがね、お互いのためですからね。まあしかし前回が3週間前だったんです、このライブがね。ちょっとスパン短かったですけどね、ちょうど前回がピョンチャンオリンピックの真っ只中でしてね、いろんな競技のネタなんかもやったんですけど、ライブの後もね、オリンピックしばらく続いてましたから、どんなのがあったかっていうと、パシュートね、女子パシュートすごかったですね。もう見事なチームワークで、もう全然ブレないんですね、日本の選手っていうのはね。で、パシュート見て思ったのは、チームワークはね、割り箸と一緒ですね。そう、日本は一つにまとまってたっていうね。今日うまいおじさんそこにいらっしゃったんですね。今のオチはね、うまいおじさんってね、いつも来るお客さんですけど、うまいおじさんの好きなオチだから使ってみました今ね。まあね、だけどパシュートのね、すごかったですね。高木美帆選手はね、金銀銅3種類全部取っちゃって、でお姉ちゃんの高木菜那選手は金2つ取ってね、高木家だけでメダルが5個あるってね。なんかまるでね、ライブのエンディングでガンガン笑い取っていく芸人みたいなもんですよね。姉妹で頑張ってるっていうね、そういう感じがするななんて思いながら、まああとチームワークでいうとカーリングも良かったですね。銅メダルだったですけどね、そうだねっていうのがだいぶ流行りましてね、みんなそうだねそうだね使ってて、小学生あたりなんかアレンジ加えてね、ここは何いだねとかね、ここは何毛だねみたいのね、やるんじゃないかってこの間嫁に聞いたら、くだらねーっつってましたけど、ね。まあいいんですよね、そんな話はね。でちょうどそのオリンピックの最中ですよ、浅草の演芸場で謎かけのお題でね、カーリングっていうのがこう来たもんですからね、じゃあカーリングとかけて大人の女性と解く、その心はブラしないと困りますってね、ブラしないと困るっていうのをやったらですね、非常に微妙な雰囲気になりましてね、その時ね、もっとうまく落とせなかったかなと思ってね、カーリングだけにストーンと行きたかったんですけどね、中で、嬉しいですね。ねえ、まああとね、羽生選手がオリンピック2連覇しましてね、国民栄誉賞っていう話になっててね、なんか国民栄誉賞って言ったらなんかちょっと硬い感じしますけど、授賞式はぜひともね、羽生君にはなんかこうフランクな砕けた感じで行ってほしいですね。どれぐらいフランクで行くかっていうとね、なんか友達に会った時の挨拶ぐらいこうフランクにね、だって国民栄誉賞ですからね、王から始まったっていうね、説明しましょう、ね。国民栄誉賞の第1号が王貞治さんだったんですね。で友達と会う時は王って言うからそこがかかってたというね。ちょっと言ってみて微妙だなと思ったら即説明に入りますね。そう、説明説明でね、いきたいと思いますけどね。